平町城と鬼谷町で、フラットが出てくるわけですね。シャープの場合には押さえているところの1フレットを高い方にずらせば、シャープが自動的に触れたわけです。高い方弦の場合には1フレットです。これはフラットの場合は押さえている場合には1つ下がればフラットの音が聞こえるわけです。開放弦の場合はフラットが作れないですね。ですからその際に一つ低い方の弦の同じ音を出動する必要があります。2弦の指の同じ音は3弦の4セットですね。ここに違います。2弦以外は全部同じの低い弦の5フレットですね。1弦は2弦の5フレット、それから3弦のその同じ音は4弦の5フレット、4弦は5弦の5弦も5弦の5フレットに同じ音があるわけですから、例えばこの5弦のラのフラットはここを押さえておいて、ここ6弦の4フレットというふうになるわけです。音階を弾いてみます。フォートコードね、フラット系は大体押さえづらいのが多いですね。制覇が出てくることが理由なんですけれども、音と音の間に、和音と和音との間に隙間が開かないように弾きたいわけですけれども、相当難しい。私もこれうまく弾けません。これ一応今日はこれぐらいにして